日本春蘭、雪山福林花を持つ花物、葉にも福林があり、柄物としても、有名日本春蘭とは、東洋蘭としての春蘭の古称である。東洋蘭は、古くから中国で蘭が栽培されていたものであり、それが日本に持ち込まれたものから始まっている。その中で、中国春蘭の一景人と花は日本に自生する春蘭に、ごく近いものである。 そこで日本の春蘭でも同様のものがないかと探し始めたのが日本春蘭の始まりである。実際に日本春蘭の品種が取り上げられ始めたのは明治後期以降に柄物が取り上げられたのが初めであり昭和に入って花物にも目が向けられるようになり品種の数も多くなった。現在でも新しい品種探しが行われ各地の愛イ会で新品種が登録されている。 ヨーラ欄では主観などの交配による新品種の作出が行われ、様々な品種が作り出されてきたが、東洋欄ではそのようなことは行われなかった。主として野外の株の個体変異の中からわずかの違いを目別し、それに品種名をつけることを行ってきた。繁殖は親株からの株分けのみに頼ることになる。そのため類似した形質の株が見つかると、 品種の区別はややもすれば困難な場合があり、熟練しなければ区別困難なものも多い。偽物が出回る場合がありうる。日本春蘭の品種は干渉の対象によって大きく二つに分かれる。花を見る花物と葉を干渉の対象とする柄物である。中国春蘭においては、まず方針に兜がある。 つまりその先端部が肉厚の変形をしたものをまず優先するが、日本春蘭ではこのようなものが出現することが少ない。また、日本春蘭は普通の花でも中国春蘭の審美判断で言えば、花形が整っている場合が多い。他方、中国春蘭では、花弁に赤い筋が入るものが多く、綺麗な緑のものが少ないため、澄んだ緑を出すものを重視する傾向があるが、 日本春蘭では緑色をしているのが普通なので赤や黄色の花びらのものを珍重する。従って日本春蘭では花型より花色を重視する傾向が強い。その場合にも花型が整っていることは名花の条件ではある。日本春蘭の花ものは普通は以下のような部門に分ける。日本春蘭 服の光主金色花、神弁以外の花びらがすべて緑以外の色が乗るもの。大抵は栽培の条件で緑色が強くなる。白花ともいい、茎や神弁に出る赤藩が一切出ないものを指す。必ずしも白い花ではなく他の花びらは黄緑色が普通である。野外でも時折見つかる。神弁以外の花に葉に出るような島が出るもの。 多くの場合、葉にも島が出るので、柄物として扱われるものもある。花物として優れたものは少ない。その中で、大虹は、よく咲いたものは、朱金、紅、ない、紫などの色が入り混じった島が出る名家として有名である。新弁以外の花に葉に出るような副林が出るもの。多くの場合、葉に副林が出るものは花にも副林が出るので、 柄物として扱われるものも多い。その中で、花型に優れた、定漢、雪月花などが有名である。その他、特殊な芸を持つものとして、主金色の福林を出す日輪白の福林の弁に紫を乗せる南旗なども、名家として知られる。何等かの形で異常な形の花をつけるもの、いわゆる不入りの葉を持つものなど、用紙を楽しむもの。 葉の途中が何箇所か分断されるように色が変わっているもの。葉の軸に、双方向に色の違う縞模様を生じるものを、縞、主軸に沿って内側だけが色変わりになるものを、中半と呼ぶ。中間的なものもある。葉の周辺に沿って色が変わっているもの。花にも同じ柄が出る場合が多いので、花物として評価を受けるものもある。最初に発見されたものでもある。 葉全体が広く薄い色で濃い色の模様が鱗状に入るもの。腰の高い専用の植木鉢を使うのが普通である。用土としては、カヌマド、キリュウ土、赤玉土など鉱物質で有機物が少なく多孔質で保水と通気の良いものが良いとされる。特に底の方には粒の大きいものを入れ、上には次第に粒の細かい用土を用いて植え込む。 鉢を地表に置くことは少なく、棚の上などに置いて、通気の良い環境を維持する必要がある。乾燥しすぎず、過失にもならないように、また、やや明るめながらも、直射日光に当たらないようにする。水は乾燥する寸前にやり、やるときはたっぷりと与える。ありがとうございます。